大倉財閥。大倉財閥は、大倉喜八郎によって設立された、日本の中堅財閥である。15大財閥の一つに数えられていた。大倉喜八郎は、天保8年、1837年に、越後国柴田に生まれ、18歳で、江戸に出た。21歳で、独立、大倉屋という干物店を開き、その後鉄砲屋を開業。 その後貿易事業へと乗り出した喜八郎は、大久保利道、伊藤博文、山形有友らとの親交を深め、一代にして大財閥を築き上げた。新種の希少に富む喜八郎は、1872年に慈悲で海外視察を観光。1873年に帰国。高島古近寺、大倉久めば、喜八郎の向こう用紙、門の重九郎。 門の育の真の弟との共同出資で日本人による初の貿易商社大倉組商会を東京銀座2丁目に創立し1874年には日本企業として初めての海外支店をロンドンに開設した1881年には土木事業に進出日清戦争を背景に軍需品輸入会社の内外用足会社を設立した 1893年には大倉組商会と内外用足会社を引き継ぐ合名会社大倉組を組織した。このほか1905年には日中合弁事業として満州国において本傾古単鉱の採掘を開始した。木八郎は銀行業には手を染めなかった一方で教育文化事業には注力市1900年には大倉商業学校、現、経経済大学、 1907年には、大阪大倉商業学校、現、関西大倉中学校、高等学校、1917年には、大倉修古館を創立した。1917年合名会社、大倉組から、土木建設部門を、資本金200万円で、大倉土木組、現、体制建設に、工業部門を、資本金2000万円で、大倉工業に、 商事部門を資本金1000万円で大倉商事としてそれぞれ話し合名会社大倉組を持ち株会社とする気候改革を行った。1943年大倉財閥の中心的役割を果たしてきた合名会社大倉組を大倉工業に吸収合併させる形で解散させ大倉工業が事実上の大倉財閥中核会社となる。また同年 大倉商事は、大倉産業に社名を変更した。太平洋戦争後、財閥解体により、大倉財閥中核会社である、大倉工業が、第二次指定対象となるが、持ち株会社ではない大倉産業、いわゆる大倉商事は、第二次指定対象外となる。1946年、大倉土木は大成建設、大倉産業は、内外通商と解消して、再出発。 1949年、大倉工業は、大倉財閥が、創業時から本社を構えていた銀座二丁目などの土地、建物などを継承た、中央建物株式会社として発足する。また、大倉財閥は系列に銀行を持たなかったことから、富士銀行が営業をかけ、大成建設や大倉商事のメインバンクとなり、両社は、扶養グループの社長会である、扶養会に参加する。 後の大倉商事は脱退。大倉喜八郎の長男である大倉喜七郎は父の後を継いで1922年帝国ホテルの会長1924年大倉組頭取に就任した。戦後、公職追放を経て帝国ホテル社長への復帰を渇望したが、それが叶わないと見るや1958年にホテル大倉を創設した。 1952年内外通称は大倉商事に社名変更。大倉商事は世界各地に事務所網を張り巡らし、RCA やキャタピラー東欧米の一流会社の日本代理店に指名され、日本貿易会を構成する17社の一員として、純大手総合商社でもあった。しかし、平成年代に入り経営不振に陥る。1998年6月に、 大倉喜八郎の総尊、大倉義彦、1939を社長に抜擢して再建の道を担ったが、1998年8月に自己破産した。かつて200社を超えた旧大倉財閥ゆかりの企業もすでに、青い海を構成する直径8社、体制建設、日本無線、東海パルプ日比、大倉事業、中央建物、旧大倉工業、 ホテル大倉に減ってしまっており、バブル崩壊以降、各社それぞれが自社の存亡に必死な時期であり、大倉商事に救いの手を差し伸べることはできなかった。だが、大倉財閥の中核会社であった中央建物は非常上企業として現在も存続しており、ホテル大倉や大成建設、MS&AD インシュアランスグループホールディングス日比、 リーガルコーポーション、特殊東海製紙など旧大倉財閥関係企業の株式を所有することで中核会社としての役割を今も果たしている。また、現在社長を務める大倉義彦は大倉家出身であり、ホテル大倉取締役会、日比監査役、東海パルプ監査役、東京経済大学学術芸術振興会役員等を兼務しており、 大倉財閥という借りのある企業や団体との連携に一役買っている。なお、中央建物の筆頭株主は1917年に設立された大倉集古館を運営する公益財団法人大倉文化財団であり、ホテル大倉の大株主でもある。世間一般では大倉商事の自己発散などで旧大倉財閥グループが消滅、解散したと認識されているが、 実際の資本関係や資産の動きなどから考えれば、非常常会社などを使って持ち株支配を戦後も存続せており、関係企業の数は大幅に減ってはいるもののオークラ、木八郎が設立した大倉組紹介の根幹部分は消えてはいないと言える。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。